では、ケチャールミックスを開けていきたいと思います。今日はね、ロストアイランドでテイムできるこのフェロックスについて、テイムであったりトラップの解説をやっていきたいと思います。通常はね、ジェネシス1と2のストーリーマップね、有料の DLC でしか出てこなかったフェロックスなんですが、今回ついにね、無料マップでもテイムできるということなので、今回はフェロックス解説 in ロストアイランドとなっております。それでは本日も来たこちら、1つ目、ロストアイランドの注意点、2つ目、生息域とトラップ、そして最後にテイムの方法をやっていきたいと思います。それではまず1つ目に、今回のロストアイランドでのこのフェロックスの注意点にはなるんですが、少しですね、他のマップよりですね、おかしい点がございまして、それ何かっていうと、単刀直入に申しますと、ローカルでフェロックス出ない可能性がございます。はい、え、ふざけてんのと思ってる方いると、出ないかもしれないです、わかんないです。とりあえず基本的に俺メインは自分が借りてる非公式サーバーのキングダムアークでね、オンラインサーバーでロストアイランドやってるから、なんか検証とかね、そういった何かしらの解説検証動画を撮る際にしか、ローカル来ないんですが、まあ、何回か洞窟とか、あとは、まあ、ラベジャーの解説とか、まあ、いろいろね、まあ、やってたり検証している中で、このフェロックスの生息域に来てるんですが、一回は見たことなくて、さっきまでちょっとね、重くなるから撮影外でやってたんだけど、特別に10倍のね、恐竜の脇にして、めちゃくちゃ恐竜多い状態で洞窟入ったけど、全然いないんだよね。なので、ちょっとローカルの人には、悲しいお知らせかもしれません。はい。とりあえずね、この生息域に関してはですね、こちらの洞窟となっております。このちょうどね、滝のね、裏にあるんですよね。で、座標的なところで言うと、28.2、54.1 となっております。ここはね、北の大陸ですね。大陸的に言うと、北の大陸って雪山越えたところになるので、ちょうどね、雪山のなんか側面というか、隣接しているところ、ここがもう雪山だから、雪山越えた北のね、大陸でだんだんこう川がさ、こう下にガーって流れてってるとこ、炉のなんかね、一部みたいな感じなんだよね。でも明らかになんか滝がグワーって流れてって、ちょっと隠れてる裏側があるから、そこの裏に、まあ、この洞窟があるっていうところで、ここに関しては、地下1階からアベレーション洞窟っていう感じでね、アベラント系の変種ラプトルとかラベジャーとか出てくるので、まあ、この洞窟に、まあ、アーティファクト取るついでに来たら見つけたっていうこともあると思うし、まあ、アーティファクトもあるからね、ここね。っていう感じで、この洞窟にフェロックスは進んでます。ただそのポイントとしては、残念ながらローカルは湧かない可能性があって、なんか全然いないんだよね。なんかね、結構ロストアイランドが実装して間もない頃も、フェロックス解説動画作ろうとしたら、なんかいないから、洞窟変じゃねって動画に切り替えたよっていう動画があるんですが、はい。なんですが、今撮ってるのが3月1日なんだけど、2ヶ月経っても2ヶ月半ぐらい経っても全然なので、おそらくこのバグは残念ながら。ということで、とりあえず今回はこの生息域とトラップについて次のね、項目に進んでいきたいと思います。ちょっとね、ローカルの方はあれなんですが、はい。で、まあ生息域に関しては、さっきのこの洞窟にまず入ってもらいましてっていうところから始まるんですが、どこら辺にいるかっていうと、なんかね、通路みたいなところにいることが多いんだよね。通常のね、この1階部分と地下1階のアベレーションエリアを結ぶ通路とか、あとはですね、なんかクレートがあるところが細い通路になってるんですが、そこら辺でよく見たりするんですよね。で、まあこんな感じで、本当はここら辺ね、恐竜いるんだけど、なんかローカルのね、洞窟バグってるの治ってないっぽくて全然いないんだよね。なので、ちょっとね、変な感じになってるんですが、まあ、大体ね、俺がよく見るのは、ここの洞窟の、まあ、こんな感じでですね、ちょうど地下1階に続く通路があるんですが、ここの通路でめっちゃ見るっていう感じかな。で、この通路を降りていくと、こんな感じで、なんかさ、光ってるキノコとか木がなってきて、アベレーションっぽい雰囲気になって、アベレーションのエリアに降りてこれるっていう形になるんだよね。で、もう一個ポイントとしては、すんなり普通にさ、俺、アルゲンで入ったんだけど、そうなんです。ロストアイランドなんとですね、こういった形で飛行生物入れるから、アルゲンで入って、で、フェロックスを見つけたら、つかみでこうやって持っていくような形が、まあ、ベストかなって感じですね。で、まあ、つかみがね、無理な公式の、PVE とかであれば、もうとりあえずね、帰り道全部キルして、で、その状態で、まあ、自分がエレメント持っておくと、あいつらジャンキーだから、エレメントを、
あのセットした人間にねあのすごいすり寄ってくるよね。なのでそんな感じで、まあ、ついてくるっていうのか、もしくはグラップリングフックで強引に引きずっていくみたいなそんな感じかなっていうところになりますね。とりあえずモッドでフェロックスを出しまして、まあ、こんな感じでねこの足元見てほしいんだけど、まあ、こんな感じのフェロックスを掴むことができるので、でこの掴めるアルゲンでそのまま入れるんで、まあ、ぶっちゃけ掴めれる状態だったら、まあ、簡単にねあのテーム可能かなっていう感じですね。であとは一応グラップリングフックもやってみましょうか。グラップリングフックってこいついけたんだっけ。ブスッオッケー。でこのおいまあ大変なおいおいっていうことでね、あれグラップリングフック溶けちゃった。とりあえずあいける、あいけるいける、あ驚かなければいけるのか。なるほどね。あーでも恐竜乗るとダメだから頑張ってゆっくり歩かないといけないのか。こうフェロックスってさ驚いちゃうことがあるんだよね。なのでこうやってあいけたいけたいけた、やっぱいけたね。はい、驚いちゃうことがあるんだけど、シノマクロプスよりそんなね驚いたりはしないんだけどひどすぎるこれこれひどすぎるおめえが言ってるってちょっとっていう感じでね、まあ、このテーム方法でいいんじゃないでしょうか。とりあえずねあの帰り道を掃除して PVE の公式サーバーの人は掴みができないからこのような形で、であとは注意点としてはフェロックスを驚かせないって感じだね。さっきついては外れてたんだけど、それはね多分驚いてたんだよね。あ今驚いてるね。で逃走状態になってるから、まあ、そういった時はね一回こうやって落ち着くのを待ってあげてっていう感じでいいんじゃないかなと思いますね。あほら逃げてる状態だと自動的に外れちゃうわこうやって。なるほどね、この差があるんだね。じゃあなかなか掴みができないサーバーは PVE の公式サーバーは難しいって感じだね。わかりました。じゃあそんな感じで、とりあえずですね生息域とまずトラップに持っていくっていう段階に関してはこんな感じだね。で大事なトラップっていうところを次はお見せしていきたいと思います。でトラップもねちょっとね気をつけないとかなりねスタックしてしまう可能性もあるので、そこら辺がね結構こうね消えやすいとかメッシュしやすいんだよね。フェロックスってなんかねフェロックスの大きくなったバージョンとさっきの可愛い小さいバージョンってなんか内部データ的には別生物になっているのでっていう感じの切り替えがあるっぽくて、結構ですね俺も経験あるんだけどジェネワンでも何回もねこの変身のタイミングで消えたりしていたので、すごいね地形とかにも左右されるので、理想はこんな感じでここら辺までね、洞窟の付近は建築不可なんだけど建築ができる範囲まで持ってきてこういった箱型を作るっていうのがねベストですね。でこのトラップに関しては本当にね形めっちゃ簡単なんだよね。 3×3 の石の土台を置いて1段目だけ窓枠にします。でなんで窓枠かっていうと、これ例えばこうドア枠にね1段目をねしてみるんですが、中にね今フェロックスがいる状態なので多分ね一瞬ね出てきちゃうんで、こんな感じ出てきちゃうから、これ出てきちゃうとまずいので、ここはですね一度閉めたいっていう感じで、ここでね窓枠を使ってるって感じなんですよね。でこういった形でまず使いますっていうところですね。で上はですねハッチ枠にします。なぜハッチ枠かっていうと、このハッチ枠の方が上に乗った状態で見下ろせるっていうのがめちゃくちゃでかいんだよね。なのでそういった形で、まあ、やっぱりね中をねすごい見やすくて、かつフェロックスがね出られないような感じですね。でおすすめとしては今屋根をね一つだけぶっ壊したと思うんだけど、ここを入り口としてアルゲンとかで持ってきてひょいって入れてあげるのがいいんじゃないかなとは思いますね。はい。で、まあ、地上で顔面グラップリングぶっ刺しルートだったら、まあ、さっきの部分を扉付きのドアにして自分が入って、でプレッシャープレートとかね一応ゲットできますので、ロスアイランドのマップに関してはね、そんな感じでプレッシャープレートを踏んだら閉まるようにして、で、まあ、使ってみてもいいんじゃないかなといったところではありますね。なので、そのような形で使うといいんじゃないかなっていうところ。で、もう一個ね、最後のポイントとしては、これね、縦が1、2、3、4段なんでね、縦4段にしてるんですよ。で、真ん中2段を、この、ドア枠にしているっていう形なんですが、上3段だと、変身したように出ちゃうんだよね。ちょっと今変身させようと思うんだけど、これテームするときエレメントを手渡しして大きくなっての繰り返しなんだよね。この大きくなる瞬間に上3段だと出ちゃうんだよね。で4段だとちょうど出なくてこんな感じになるっていうところなんですよ。なのでこの4段っていうのがミソですね。でさらになんですが、この真ん中2段のドア枠なんだけど、めちゃくちゃこれ良くて、なぜかっていうと
基本的にシノマクロプスを背中に背負ってる前提なので、エレメントあげたらこんな大きくなって、あのこんな一緒の部屋にいたら死んじゃうからね、普通はね。なのでシノマクロプスでファーって飛んで抜けれるように、どのコーナーからでも逃げれるような形で全方位こうドア枠で囲っているっていう形なんだよね。でなんなら上に飛んで上のねこのハッチ枠からも抜けれるようにしているので、結構ねあのエレメント上げた後でっかくなったら強いので、レベル150とかテンションするとね。なのでそこら辺をあの一応ねあの解除できるような形で、まあ、できるだけね安全面を考慮したトラップかつあのメッシュしないような形ですねっていうところですね。やっぱり地面じゃなくて下が土台になってるっていうのはマジででかいから、下が土台だとメッシュしづらいですし、で上があの4段あるとなんかね変な感じで頭が詰まっちゃって変身するときビヨーンってなったりして、変なところにメッシュしたりあの引っかかったりしないので、まあ、そこら辺がねいい感じのポイントかなっていうところではありますね。なのでまあこんな感じのトラップを作るとおすすめかなっていう感じにはなってますね。もう本当箱型ですね、ボックス型の縦4段の 3×3 っていうような感じになっております。で最後にテイム方法なんだけど、まあ、さっきからねやってるんだけどチラチラね、あの手渡しテイムです。で、あのテイムの方法としては一番右にエレメントを入れます。で、あの通常の手渡しテイムと違うのはユーズエレメントって言われるんだよね。アクションボタンを押すだけじゃエレメント使えなくて、例えば今俺だと PC なので一番右のスロットが0番なんだよね。なのでキーボードの0番をわざわざこのタイミングで押さないといけないんだよね。ショートカット機は押さないといけないって感じ。通常だったらさ、右にベリー入れてあのゴリラテイムしようと思ったらアクションボタンだけでいいじゃん。なんだけど今回は0番っていうのを押さないといけないので、ここがいつもと違うポイントなのでご注意くださいって感じですね。で0番押すとこんな感じでもぐもぐってして大きくなるっていうような形ですね。多分角っこでやるとね結構スタックするから本当は真ん中でやった方がいいんだけど、まあ、一応ねそこら辺はご注意くださいって感じ。こんな感じであのスタックしてるでしょ。ただね一応このトラップの形だとまあ大丈夫かなっていうところですね。まあなんかえらいことになってるんだけど、一応ねあの真ん中で本当はね餌をあげた方がいいんだけど、まあ、こんな感じで端っこにやっちゃうとまあこんなちょっと変な感じになるけどご注意くださいっていうところ。まあできるだけ真ん中でやった方がいいけどね。一応なんか長くやったけど、まあ、メッシュしたり外に行ったりしなかったので、まあ、ワンチャンね外に行っても、まあ、ドアとか上からねあのアルゲンで掴んだりしてやればいいのでっていう感じですね。まあ、こんな感じで大丈夫っていうところですね。っていうのを繰り返してテイムをしていきます。であの変身が終わった後大きいやつから小さいに戻ったタイミングでテイム値が上がります。なのでこれを繰り返してで 100% になるまで持っていくというような形になっております。で今回は今150を出してるんだけど、俺ちょっと150はちょっとね微妙かなと思ってるんですよ。なぜかっていうと、今まで実はねフェロックスってテイムバグがあったんだよね。150をあのテイムするときに必要なエレメントって倍率が、あのテイム倍率がね1倍だろうと3倍だろうと100倍だろうと全て均一で20枚なんだよね。なぜかフェロックスに関してはテイム倍率が適用されません。で今回はこの中でバグがずっと実装後から起きているものがあって、それ何かっていうと、レベルがフェロックスのレベルが50だろうと100だろうと150だろうと、なぜかずっとレベル150、まあ野生レベルの上限レベルだねのエレメントの必要数20枚っていうのが固定だったんだよね。なので150をテイムしないと基本的に全部損っていう感じなんだよね。なぜかレベル1でもレベル5でも15でも全て150フェロックスの必要枚数のエレメントと同じという形になっておりましたので、まあ、このねあのねバグが治ってるっぽくて、オンラインサーバーのキングダムワークでねやってる時にキャプテンさんって人がやってるのを見てたんだけど、なぜかすげえね少ないエレメント休んだわって言って、あれバグ治ったのかってなっていますので、そのバグが治っているのかっていうのをあえてレベル5っていうね超低いレベルのフェロックスを用意して、そいつを使ってテイムを試みて、一応ね堂々デックスによると5枚でテイムできるらしいので、そのねあ5枚じゃない3枚ですねごめん3枚でテイムできるらしいので、この3枚でちゃんとテイムできるかっていうのを見ていきたいと思います。なので、今回はレベル5のフェロックスを出していきたいと思います。それではレベル5のフェロックス、あ来ましたね、 OK です。それではこの野生レベル5のフェロックスをテイムしていきたいと思います。はい、1枚エレメントあげました。でエレメントあげたら基本的にはこうやって逃げるっていうのがベストかなっていう感じですね。であとはこうやって見とくっていうところですね。で注意点としてはあの床ドンがあるんだけど、あれ騎乗解除プラススタンになるので、まあなんかあのプルロビアの一撃みたいな感じ、隠れてからの騎乗解除のあんな感じのイメージなものをぶっ込んでくるので、床ドンはねジャンプしてドーンってやるやつ、それだけご注意くださいっていう感じですね。かっけえなフェロックスっていうところでね、今回は3枚で、エレメントが済むのでしょうか。
いやー楽しみだね。ちなみに上で待っててもいいんだけど、上は一応攻撃届くから、上じゃなくておすすめはね、こう横で待ってた方がいいかなって思いますね。で結構ねフェロックスはもうジェネワンやってる人は感じてると思うんだけど、めちゃくちゃメッシュしやすいから変身するタイミングが。なのでエレメント持ってればこんな感じ勝手に近づいてくるから、まあ、できるだけねこの斜めで上げてくださいっていう感じですね。あ 33% だテイムの。あこれバグ直ってね、やっぱり。あちゃんとローカルでも直ってるっぽいね。あオッケー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 。なんかねやっぱりねオンラインのそのキングダムワークで見た時に明らかに20枚じゃなかったんだよねテイムの枚数が。だからあれみたいな、いつの間にみたいな、サイレント修正がいい方向に働いてますやんって感じでしたので、フェロックスさんね、正常化してるっぽいです。ただメッシュだけマジで要注意って感じかな。なんか特にメッシュしやすいのがね、この変身が終わるタイミング、大きいから小さいになるタイミングって、なんか岩とかに入るとここの岩の上とかでシューンって小さくなって、なんかメッシュしてなんか地面の下の方にピョーンって落ちてって、もうどうしようもなくなるみたいなことも全然あるので、そこら辺はねご注意くださいって感じですね。だからこその今回ね土台を置いたトラップっていう形です。あで、こんな感じで今俺普通に飛んでから入っちゃったから驚かせちゃったんですけど、驚かせると、まあ、こんな感じで大きくなっちゃうので、フェロックスね初対面の時はご注意くださいって感じですね。はい。でもう一個なんだけど、今さテイム中のテイムのこのさ進展が 0% になってるじゃん。これはね毎回なるパターンなので、さっきも言ったと思うんだけど、フェロックスって大きくなった時と小さくなった時別生物扱いなのね。なので小さい時に見るこのテイムのパーセンテージが正しくて、大きくなったら毎回必ず 0% になるから、これだけはご注意くださいって感じですね。ほら今分かった、今1個増えてこうチュンってなってる。あテイム成功。あれいつもにこれ与えてたの。あごめん今驚かせたんじゃなくて俺普通に与えてたわ。あなるほどね、はいはいはい。あレンダーしてたから俺一応0番、あそれが間に合ったのか、なるほどね、オッケーオッケーという感じでテイムしていくっていうところで、まあ大から小になったタイミングで戻ったタイミングでテイム値が上がるので、まあ、必ずね大きいね戦闘モードは必ずね経験しないといけなくなるので、そこだけねご注意くださいといったところですね。でまあフェロックス先生に関してはメッシュしやすいっていうのがね一番の難敵ですので、こういったね安定する箱型をまあ出し惜しみせずに絶対作った方がいいかなと思いますね。結構俺は神トラップとかコスパいいのねよく紹介してるんだけど、フェロックスに関しては普通にねこういって建材ガチガチに使って縦4段にして上も全部塞いで、で石をガッて 3×3 で並べてみたいなのをやった方がいいんじゃないかなっていうね、まあ、万全を期した方がいいかなって思いますね。っていうところで、まあ今回はねこのフェロックスのおすすめのテイム方法であったり、あとは生息域っていうのを紹介してまいりました。ちょっとローカルの人はね洞窟になんかまあ洞窟の脇自体がバグってるから、フェロックスどのこうのっていうか洞窟自体がローカルはロストアイランドバグってる臭いんだけど、まあ、オンラインの人であればね俺全然ね非公式サーバーでは見るので、フェロックスね、まあ、ぜひテイムしてみてはいかがでしょうか。メッシュだけにはお気づきください。それではいつもご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。